ペースランナウェイ、武神走行大全側はもはや問答無用、に対する、ネットの反応をお送りするよ。武神走行、大全側剣山、ダイナミックゼネラルガーディアン。ダイナミックゼネラルガーディアンから大全側と即興で脳内変換できる全側のセンスよ。略して大全側はわかる。武神走行はどこから出てきた。黙れ、そして聞け。我は全側。その場のノリと勢いとひらめきで、かっこいいじゃん。悪ノリの極みもいいとこだけどクソかっこいい。大剣一本で何でもできるけど、大剣がなくなってもゼネラルブラスターとか、ダイナミックナックルでなんとかなる割と万能ロボ。残艦刀がそもそも正式装備じゃなかったからな。大剣が好きすぎる。ワイはスレイドゲルミルも好きやで。だからそれに属する機体は全て大ゼンガーと呼べるのよね。アウセンザイターも大ゼンガー。剣以外の武装が使えなくなった剣。ロブ、内臓火器が使えない。修理します。ゼンガー、いらん。いくら内臓武器の調整に時間かかるからってでかい剣のみで行こうとする思い切りの良さ。むしろ今は全開放して使えるようになってるぞ。第二次 OG だかムーンデュエラーズで装備と残艦刀両立したはず。内臓火器取っ払って走行厚くするか機動力を上げた方が強いだろとは言ってはならない。ぶっちゃけ大ゼンガーに内臓武器はいらない。低燃費のロケットパンチと射程長ビームは便利だけどな。ブーストナックルとかオメガブラスターとか、アーマジンガーネってノリだもんな。ゼネラルブラスターかっこいいよな。ボルテッカは男の子のロマン。残艦刀を変形させずに攻撃してほしいなーって思ってたらどんどん増えてったから。実際にそういう要望多かったのかなって思う。残艦刀が貝がめっちゃかっこよくてこればっか使う。ダブル G というあまり流行らなかった通称。竜巻残艦刀の竜巻部分いらんよな。もっと構図バット終わってほしい。むしろ馬も余計というか。話は聞かせてもらった。運用より雷光のが好き。第二次アルファ大戦の十字に切って桜が散る演出が好き。俺はスレイトゲルミルの星なぎの方が好き。アルファ外伝で初めてスレイトゲルミルを見て、残艦刀という単語を見たときは、なんだこの武器超かっけー、とテンション上がりまくった思い出。俺は三式やゼロ式も好きだぜ。ゼンガーの師匠であるおじいちゃん強すぎ問題。このおじいちゃん、足が長すぎ問題なんよ。え？何歩歩けるの？ってレベルで、誰でも必ず驚くおじいちゃん、しかもインファイトレベル9。グルンガスト系は安定して強いけどゼロ式は特に隙がない。スパロボ30の運用の立ちで、馬からさらに上昇離脱するのちょっと笑う。確かに理にはかなってるが。届け、運用の速さまで。実は残艦刀の名前はとっておきの技にだけつけて欲しかったかなと思っている。技名全部に残艦刀がついてると、残艦刀のバーゲンセールかよって感じちゃう。近接特化に見えてカキもちゃんとあるってのはギルガザムネみたいだよね。鎧武者モチーフだから意識はしてると思う。デザイナーがアニメでバリの描いた大ゼンガー見て、俺の大ゼンガーが実家に帰ったって言った話好き。30で常にアウセンザイターにまたがっている大ゼンガーかっこいいんだけどさ。普通にアウセンザイターを使わせて欲しかったよな。天才スキルのない作品だけど、それでも兄さんなら強いはずだからさ。それこそ合体コマンドであの姿になって普段は分離でもよかったとは思う。竜巻の時にどこからともなく登場でいいよ。まあ出張キャラがあまり出しゃばるのはダメだよね。いれば楽しいし実用にも耐えるくらいが良い。いるといないとで劇的に変わる。ってなると批判される。PSP 版ファイナルファンタジータクティクスにバルフレアが出た時めっちゃ叩かれたし。V、X、T のいずれも早期加入させたけど。V と X がだいぶ戦力的にも助けられたのに対して、D のゲシュペンストはそこまで、って感じだった。便利ではあったけど。もともと大ゼンガーだけの予定が竜巻残艦刀欲しいって要望があった結果、こうなったんだよ。って寺田も言ってるからトロンベ使わせろはそもそも無理な要望なのだ。クス派でプレイしてた友人からゼンガーの後継機ってどんなの？スレイドゲルミルに進化とか？は？大前がふざけてるの真面目に教えてよって言われて喧嘩になった思い出。そらいい加減な出任せだと思うわな。前がルート、当時はおっさんとかないわって一周しかしなかった。それでもしっかり記憶に残るキャラの濃さだったけど、
当時はスレイドゲルミルじゃないの、なんで、って声も多かった記憶あるけど、今はすっかりお馴染みになったな大ゼンガー。武装が残関島のみってインパクトと豪快な演出と強さが全てを黙らせた。全体攻撃がないからさ、ラスボス戦ぐらいにしか使ってねえんだわ。招待制なしの1対1で戦うようなシステムにしてくれよ。確かにサルファで大ゼンガーの強さの3割ぐらいは、招待にいたブレンのおかげだったんだなって気づいた。そのバリア、イエスだね。バリアだけじゃなく足回り改善に加えて全体攻撃もあるからな。やたら敵の数が、増えたサルファジェ、穴うまいなけりゃ大ゼンガーだいぶ弱かっただろうな。ふざけて大ゼンガーって過小してたらスタッフ受けが良くてそのまま採用されちゃったので、寺田がその悪ふざけに辻褄を合わせるという、ゼンガーなら言ってもおかしくはないという、説得力がある名前だよね武神装甲。スタッフはバカだなぁかっこ褒め言葉。正直グルンガストの方がかっこいいと思うんだよね。グルンガストの方がケレン味のある感じのかっこよさがあった。大ゼンガーになると急に昭和のスーパーロボットみたい。それは単に好みの問題だろう。どちらかといえばむしろグルンガストこそ昭和完全回で、大ゼンガーは昭和を意識した今風の OVA ロボってノリだし。まあ俺もグルンガスト3式で一文字切りのすっぱりバッサリ切ってる感じの方が好きだったってのはある。運用の立ちはなんか叩き潰してる感が否めない。残関島って切るっていうか本物の立ちのように殴りつけてる感じだしな。実際立ちは馬上で騎馬武者の兜を殴りつけて落馬させる鈍器扱いだから切れ味は正直いらない。こんな侍もどきや馬もどきなポンコツどもよりもっと優れてスタイリッシュな機体があるだろう。 G のライオンはほんとかっこいい。どうやってるのかわからない。上に跳ね上がる赤マフラーも活かしてる。あの重力に負けないあの赤マフラーは一体どうなってんだ。お前反重力マント知らねえの。姿勢制御のスラスターとしてそれ採用してマフラーにしてるんだよ。かっこ嘘。1号機が侍、2号機が馬、3号機が忍者、4体目は動物かな。ところで雷王って忍者だったん？元になった人雷が忍者モチーフだったのよ。馬とかぶらない？武士に馬に忍者なら次は殿様だろう。大将軍か、豪将軍、型。剣士重視投資なんだからあとは騎士狩り騎士でしょ。でかい槍使うのは欲しいかも。姫騎士ロボとな、パールネイル、いつでも行けます。あと大ゼンガーはいつもバリってる印象がある。確かに全部バリってるじゃねえか。中川、全部同じじゃないですか。プラモで破綻なく立体化してるのがおかしいんだ。ゲームはバリを意識してるだけでスタッフ制だからバリじゃない。そういやバリがデザインしたんじゃなかった。ゼネラルブラスターがだんだんちっちゃくなってってんのね。ヒュッケバインマーク2の箱イラストに、どこかバリ的なものを感じさせられたのは、幻に消えたアニメ版みたいな演出だったんだろうか。プラモはバリベースに上半身のサイズ感をゲームに合わせた感じなのかな。足見るに HG はゲームとアニメの中間あたり？ゲーム版はこうして見ると胸の張り方にバリが足りないな。大ゼンガーって後ろに翼とか強化パーツつけられそうな背中してたんだな。ダイトロンベのパーツなんかつかなかったっけ？記憶違いかな。スラスターが蓋されてるしマントつけるからそやまあ。バリ風からバリ3になったところでケレン味が増しててすごい。いつからバリは形容詞になったんだ。デザインした安藤博士はどう思う？バリッとした感じのロボットのデザインを起こしてよってざっくりした依頼で大ゼンガーを生み出したのも大概。そんなお題みたいなノリで仕上げたのかよ。バリが大ゼンガー描いたら大ゼンガーが実家に帰った。って話好き。もともとダイナミックシリーズは、バリっぽいロボを描いてという。寺田からの要望をもとにデザインされている。OGG インスペクターで大張監督曰く、めちゃくちゃ動かしやすかった、らしい。作中の話になるけど、死んでから何年も経って持ち出した未完成の当時品がそれでもなお、最新の突起より強いビアンのおっさんは何なの？シンプルに天才。機体の強さに頼らない、乗り手の技術と精神力を信頼して、一番必要なスペックだけを追求して作ったロボットなら、技術の進歩なんて大した問題ではないのかもしれない。ダイゼンガーとトロンベ以外にも共同対応のダイナミックゼネラルガーディアンって在庫ないの？
一機一機が戦闘艦並みの建造計画で折った角が突起で、しかもバルシオンの実質直径がダイナミックジェネラルガーディアンだぞ。グルンガストよりもきついのをポンポン作れるわけがあるか。ゼンガーって野生の武人がたまたまスーパーロボットに乗ったとかじゃなくて、普通に軍隊のパイロットだったんだよね。それであの性格？初期パーティーのオペレーションシステム構築メンバーである共同体出身だよ。性格は元から。軍隊のパイロットであるのと武術の達人であることは特に不思議はない。ちなみに李修先生は、テスラ研の技術顧問でモーションデータの作成とゼロ式残管塔の設計者だ。ゼロ式残管塔ってスラスター付きの出刃包丁じゃないですか。薩摩だもんな。そろそろ新作スパロボのオリジナル主人公と期待ネタ尽きたでしょ。次の新作ゼンガーが主人公でいいぞ。で、4号機はいつになるんですかね。示唆されてから20年近く経ったような。